皆さん、こんにちは。こんにちは。お腹いっぱいです。というのもですね、この今、午後なんですけれども、午前中にいちご狩り行ってきたんです。食べ放題。はい。お腹いっぱいですね。そう、30分のね、はい、食べ放題だったんですけれども、いやでもちょっと30分よりおまけしてくれてますよね。もう30分いらないですね。最初ね、面白い、たった30分かって思うんですけど。そう思うんですけれども、いや大満足です。明日もビタミン C であれでしょうから、私、ね、お肌が。もうすでに効果が出てますもん、ほら。シャキッとして。あ、本当に効果が出てきてますね。いや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 。美味しかったです。なんか、まあ、近所ってあれではないですけれども、うん、車で15分ぐらいですね。そういうところにね、こういう楽しみができる場所があるってありがたいですね。大勢でしたね。大丈夫ですか、夏代かぐりさん。花粉毎年ね、一回これやんないとね、花粉シーズン始まんないですか。でもお腹いっぱいなんですから、笑わせないでいただけますか。来ましたね、そうそうね。関東の方はもう始まりましたね、本当。いちごの時は大丈夫でした。はい、いいですね。そう、結構ハチ君がね、僕たちにこう遊んでる先でこう、自分作業一生懸命作業してて、花粉が飛んだんですけど、いちごの花粉は大丈夫ですね。よかったです。よかったですね。それで蜂がポワーっていっちゃったら、ね、いちごできないですからね。偉いですよ。僕たちが遊んでるのに、うん、一生懸命ポワーって仕事してくれてね。ね、その蜂くんのおかげでね、美味しいいちごができて。いちごだけじゃないですよね。こういう自然界ね。そうですね。うんうん、大丈夫ですか。もういちごが詰まってんじゃないですか、実は。もうなんかいちご三昧しちゃって、頭の中がいちごになっちゃってるんじゃないですか。大丈夫ですか。しかし大丈夫ですか、私たちこういう、何がですか、こういう商品毎日こういう会話をしてて、ダメかもしれません ね、 ですね、はい、まあ大丈夫かダメかはお客様に決めていただければよろしいんじゃないでしょうか。はい。ということで、今週は何を？何をって見て分かるんですか。なんかでも、こういうのを持って、いちご狩りとかブルーベリー摘みとか行きたいですよね。これいいですね。でも私はどっちかっていうと、うん、あれがいいです。大きいのね。今これからご紹介しますね。大きいのにいっぱい、分かります。はい。はい、ということで、はい、今週は、フィンランドが届きました、はい、もみの木と白樺のかごをご紹介します、はい、それと北欧の生地と布ですね、はい、はい、よろしいでしょうか。はい、その通りでございます、はい、もうね、いちごになって、なんか大きいいちごに見えてきましたけどね。よくぬいぐるみ合いません、こうやって顔だけこうなって、ありますね、ね、はい、うん、似合うかもしれない。はい、今日は大きいいちご収穫、ポキッと収穫してこう、はい、空にあげた時ね、マイアイ空をイメージしました。あ、ストロベリーマウンテンで、そんな感じでしたね。なんか情報狩りしながらも仕事を考えしていた。そう、素晴らしいですね。でも仕事モード入ってスイッチ入っちゃいますね。私全然もうキャーピーとか言ってながら、おいしい楽しんでました。はい、はい、じゃあ早速行きましょうか。はい、はい、ということでね、はい、今週もどうぞよろしくお願いいたします。まず最初こちらですね。はい。ハンドです。いいですね。これは手持ちもしっかりと。うん、厚いこう削ってヘギ材で編んでますね。うん、はい、でもちろんこれヘギ材編む過程でね、割れが入っちゃうのもあるんですけれども、しょうがないですね、作る方。それはしょうがない。でここになるまでに10年以上ちょっと飴色が入ってきて、はい、これ左右バランスも取れて非常にいいですね。いいですね。うん、なかなか出てきます。これいっぱいいちごとかブルーベリーとか詰めそうです。そう。まあそればっかり言ってます。なんだろう、インテリアになりますね、こういうのも。なります。なんかこう、うん、収納に使ったりとかね。はい、
あとちょっと本を入れてソファーの横にとか、あと新聞紙も入れてますね。はい、いつ本当はそのままお買い物行っても素敵ですよ、うん、ちょっとお部屋にこう置くだけですごいアクセント、お香テイストのアクセントで、はい、でそれよりもちっちゃいのが少しですね、はい、これも結構いい感じの甘い色が入ってきてますね、はい、15年は経ってますでしょうか。これ植物お花入れるんでいいですね、はい、いいですね、こういうとこ窓辺にね、はい、本当は雑用学さんこれいっぱいにチョコレートもらう予定だったんです、そうなんですね、もらうというかもらえる予定だったんです、予定だったんですけどね、なかなかね、そうは世の中甘くないと。ないですね。はい。これはね、もうかなりもうヴィンテージですね。30年、40年経ったら本当にここになるまで結構時間が。結構時間かかるんですよ。こういうお道具箱の方がいいかなと思って、そうですね。ご提案ですね、こちらもね、うん。ここに取っ手があるだけですね。うん、もしこうちょっと布とかポリネンのキッチンクラスとか引いてパンとか入れてもいいですし。うんうん、すごいヴィンテージ感がありますので、はい、まあ、好き嫌いが分かれるところかなみたいな、ね、そうですね、私は好きですよ、やっぱりこうヴィンテージ感、その経年感をね楽しみたいと思います、はい、実際の歩行の暮らしの中で使われてたね、はい、大切に使われてきたものですね、はい、あとどこかで使っていただけたら嬉しいですね、はい、そしてこちらオーバルの、うん、これも同じぐらいですね、すごいね、30年じゃ効かないかな、うん、これちょっとなんかこう布敷いてお菓子なんかいいですね、いいですね、これね、うん、大きさ的にね、うん、あとコーヒーなんかほらドリップコーヒーなんかのこうパッケージも、あーいいです、あここいいですね、いいです、いいです、うん、素敵ね、うん、うん、こちらは、まあ、こんなご提案ですね。キッチンクロスの収納にいかがでしょうか、はい、なんかすごくね持ちやすくていいんですよ、うんうん、オーバル、はい、オーバルで後ろがこういう木の枝、枝ですね、根っこ、うん、で、あのブレッドバスケットなんかと同じような作りでこう一周こう曲げわっぱで一周してや、うん、最後この根かなんかで止めてみて、はい、ただね、これなんとなくね、ハンドメイドっぽいですね。職人さんっていうよりも、うん、素人さんが一生懸命作る。でも丁寧ですよ。でも丁寧ですね。なかなかできないですよね。うんうん、ここは杉かパイン。これは違いますね。うん、ヒノキなのかちょっとわかんないけど。今キッチンクロス入ってますが、ないとこんな感じですね。こんな感じですね。はい。はい、いいですね、はい、はい、下カバですね、クラウン型です、こうギザギザギザと、うん、これもいいですね、これもいいですね、うん、このティータイム、うん、比較的ちゃんとバランスが取れてますね、綺麗なんですけど、うん、そして小さいの2つ、はい、はい、小物入れピンクッションを自分で作ってやってもいいですね、そう、綿を詰めてこう好きなマリメッコ布をこう上からこうキュッキュッキュッって入れなきゃいいんですよ、そうです、これちょっとね大きさが合わないんで、うん、入っちゃいました、入っちゃいました、まあこうするとこんなイメージですね、そう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 、はい、そうすると、まあ、ピンクッションって、まあ、そんなお裁縫する方はいらっしゃいませんけど、でも、インテリアなんですよね。なるんですね。ここにこうやって置いておくと。あと、こうやってご自分で丸を作ってやると、うん、出したり入れたり、いろいろできますから、ね、ピンクッションがちょっとあれだわって、うん、長く続いたわと思ったら、それ楽しんでいただいてもいいかなと思います。ね、私のピアス入れにちょうどいいわ。ピアス、はい、網棒です、網棒入れなんですよ、はい、網棒も入ってました、はい、こっちショートの方は 2、4、5本、あ、帽子とか多分こういっぱい、あ、そうなんですね、やったことないか分かんないけど、そうですね、そうなんだ、でこ
ちゃん止めるのもついてる。これはセーターとかベストとか。一応またこれ蓋が出ないようにこうしてちょっと、ね、そうですこれ初めてですね、こういうタイプね。そうです、初めてです、うん、インテリアになりますよね。さすがやはり歩行ですね、うん、これも、ね、本当フィンランドってどこ行っても皆さんこうお店番してる方なんかもこう器用にね、はい、すいませんこれが取れなくなっちゃったかなと思ってなんか雑用係さんの話どころじゃなかった。うちの番号部がちょっとうんうんうんって取れなかったら下まで行っちゃったらどうやって取るんだみたいな どうしますか。ちょっと抜いときましょう。抜いときましょう、うん、すいません。はい、逆なんですけど、本当ね、フィンランドね、本当歩行遠いですよね、皆さんね。はい、多いです。こうやって話しながらこうやって、ね、そう、こうやって、絶対数は間違えますよね。間違えてます。それだから時々、OK みたいな感じの。こう話がこうやって、それをほどいてるんだって。面白いですよね、面白いです本当にフィンランドはね。なんかオリンピック選手もそうね、精神集中するために試合前とかなんか観客の席でこう編み物してるんです、うんうん、ノルウェーの人だったっけな、前だったかな、うんね、そういうのがございますね、はいはい、そして最後はこれ靴型の壁掛けですね。ここに服がございます。なんか一輪いいですね、ドライフラワーとか、はい、何に咲かなうちに、ね、素敵ですね。丁寧ですね、これね。丁寧です、うん、はい、と以上となります。なんか前置きが長かったんで商品説明すごいこんな短くなっちゃいました。それ今に始まったことじゃなくずっとです、いつもです。はい、すみません、はい、でもなんかいいですね。はい、はい、うん、これから向かってね、いろんなイベントもあると思いますし、はい、その時にちょっと使っていただいたりとか、はい、そこで買ってきたものをちょっとね、このカゴに入れてみたりとか、はい、ぜひ楽しんでいただきたいと思います。はい、そでこの後はマリベッコとコウムのお届けいたします。はい、こちらもお楽しみに、はい。